オジョルスクの首相、オジョルスクは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州南部にある都市。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、ダルケーメンといった。プレゴリャ川支流のアングラパ川に沿った町で、チェルニャホフスクからは南東へ 30km ほど離れており、ポーランドとの国境に近い。人口は2004年で5600人ほど。 2002年国勢調査で5801人、1989年ソ連国勢調査では6219人、1939年の人口は4377人であった。市内の9マルクト広場旧郵便局アングラパカは1615年の文書には1604年にドレクハイムで飲食を店で出す権利を購入した人物のことが出ている。 1539年の記録には、ダルゲケーエムという地名があり、アンゲラップ川の湿地であることを示すとされている。この地名はプロシア語のダーギスとケイミスから来ており、文字通りには雨の街であった。これが後にドイツ語に入り、ダルケーメンとなった。インステルブルクに向かう道の途中には、キリスト教以前の異教の聖地で幸福の神、ポドリンポスを祀った山があった。 アンゲラップ川を渡る交通の用地として次第に栄え、1615年には教会が建った。1706年には学校が立ち、1726年1月10日にはダルケーメンは都市圏を得た。18世紀半ばには当初の木造の教会が老朽化したため1752年に取り壊され、1754年に 新しい石造りの教会が建った。当時の人口は1000人ほどで、ザルツブルクなどから逃れてきた新京都も多かった。1777年5月5日には市民が新たな市聴者のための礎石を置き、翌年完成した。1815年のプロイセン王国の地方行政改革により、1818 18年にダルケーメンは同盟の軍の中心地となった。 人口は2000人に増えていた。1836年には再び教会が取り壊され、三代目となる建物が1842年に完成した。1878年にはインステルブルクから南のリュックへ向かう鉄道が通るようになった。この駅はダルケーメンの街から 3km 離れた場所になった。1913年に軍備年から アンガーブルクへ向かう鉄道が開通した際、ようやく市街地のすぐ近くに駅ができた。1886年には電気が通り、東プロイセンでも最初期に街灯が点灯した町になった。1907年には私立の発電所もできた。20世紀初頭には新産業も立地するようになったが、それでもやはり基本的には農作物を集散する田舎町であった。 第一次世界大戦では、初戦でロシア帝国軍が東プロイセンに侵入し、ダルケーメンは1914年8月23日に占領され、放火や略奪の被害を受けた。ナチス政権が誕生すると、コップロシア語の響きを残し、ドイツ語的ではない東プロイセンの数多くの地名が1938年に変更させられた。ダルケメンも川の名にちなんで、 アンゲラップに改名されている。第二次世界大戦末期の1944年10月、赤軍の接近に伴って住民の疎開が始まった。1945年1月22日、赤軍はダルケーメンを占領した。戦後、この周辺はロシアとポーランドによる分割線の北側となり、湖の町を意味するオジョールスクに改名された。現在は、 オジョールスク地区の行政中心地となっている。南へ伸びていた鉄道は国境により分断されることになり撤去された。ありがとうございます。